準備できたようじゃな。トランクスたちは引き続き暴れま、あなたには次の時の裂け目ですか。セルの気が消えた。孫悟空。はあ、お前、おめえらの気も感じねえ。まさか。へえ、そっちから来てくれる。少し楽しみが減った。まった。はいはい、わ。孫悟空。まさかの大物ゲストの登場だね。これは僕も予想してなかったよ。でも、ナイスタイミング。と歴史を改変してたっぷりエネルギーを集めなきゃだからね。でもまあ、悪い用事はしないからさ。どいつもこいつもカカロット目当てだろうが、そうはさせない。カカロットを倒すのは俺だ。やっぱり止めないだろ。予想通りすぎて、もはや止める気も起きもない。人造人間どもを一掃したらカカロット、次はお前の番だから。ウィズムジタやっぱり止めよし、ザコどもは片付いた。やろうぜ、ベジータ。もう邪魔するものは何もない。あれは純粋な戦いのみだ。ドラもこの時を楽しみにしてたんだ。行くぞ。それでこそサイヤ人だ。ただオラも負けてらんねえ。来たな、スーパーサイヤ人3。この変身は何だかすごいことになってきちゃったね。まだまだこんなもんじゃないぞ。もっと先を見せてみろ。さすがだ、カカロット。ベジータが俺のこと褒めるなんてな。まだまだだ。お前なら触れるはずだ。歴史の中に消えたサイヤ人の神の領域に。ああ、気が静まっていく。これは来るぞい。当たり前だ。さあ見せてみろ。こんな世界があるなんて。まだまだ止まらない。まさか、このまさかだ。さらに行くぜ。わっ、そうだ、サイヤ人に
限界などない。この短時間にここまで。よし、それでこそだ。これで本気の戦いができる。ジータ、本当におめっちゅうやつは、いいやつだぜ。さあ、ここからが本当の展開だ。悪女子のカカロット。俺も全力でいくぞ。これどうなっちゃうのかしら。いけた。スーパーサイヤ人4、まあまあな余興でしたね。しかし我ながらすごい変身だったな。でもなんでかもう一度変身できる感じがしねえぞ。それは誰かのいたずらです。でも頑張っていればいつかそこに届くでしょう。そんなもんか。やれやれ、そりゃ本物にはバレちゃうよね。でも素敵なお客さんを用意してあげたよ。なんだそいつらは。新しいですか。おや、ご無沙汰してます。ん？デブのヴィルス様みたいだけど誰だ。口に気をつけなさい。第六宇宙の破壊神シャンパ様です。そして私はウィスの姉バドス。なんだお前ら、僕は昼寝で忙しいってのに。ヴィルス、久しぶりだな。いつもの対決をやるぞ。ほえ、やっぱ二人とも強えんのか。まあシャンパ様の体格を見れば。おいバドス、私の方はもちろん、人間相手に暇つぶししているような弟よりはね。お言葉ですが、鍛えていただいたのは千年も前のこと。やってみますか。いいでしょう。ほん
ンデを差し上げましょう。そちらのおとぼけた顔の方もどうぞ。それはお優しいことで。おほほほほほほ。なあ、え、俺も叩きてえぞ。悟空、お前は僕の対決の手伝いだ。あなたはカップラーメンにお湯を注いで3分数えておきなさい。まさか芸人対決で。そんなんベジータに任せてるぞ。おい、カタキ、ちゃんと時間感覚を磨くのも大切な修行です。 0.1 秒もずらさずきちっと3分数えるのですよ。なんだろう。適度な運動は健康と美味しい食事をもたらすんですよ。オラがちゃんと3分数えていくかな。この後お湯を捨てるんだっけ。おいおい、ちゃんと説明書読んだんだろうな。その辺は俺が見たから大丈夫だ。待ちきれねえよ。もう食べてもらうじゃねえか。ではやろう。このねじ曲がりっぷり最高だね。まあまあ慌てずに見ていてよ。別の人が作り出した歴史改変はどうにもならないけどさ、僕が自分で引き起こした歴史改変ならエネルギーを吸収できるんだよ。
今度の俺はちょっと違うぞ。ふん。考えた。でも強さは実際どうなんだろうな。フュージョンもせずに俺たちにコテンパにされたらがっかりするよな。そしたら父親の威厳が台無しだな。もっとかっこいい宇宙一のお父さんが見たいな。何を煽っとるんじゃ。おい、カカロット。え、珍しく乗り気だな、ベジータ。最高だぜ。お望み通り見せてやるぜ。宇宙一とびっきり最高の父ちゃんをよ。ビューン。なんだと。